さあ本日も元気よくやっていきましょう。スプラトゥーン3実況ヘタワークワカメクワトレーシュー、もう一人ごめん名前を呼び忘れてしまって読めなかったワカメちゃんだな、カニさんだ。さあホットブラストでシケラダウン伝説ナルバイター50秒ですね。まず引き潮です。さあクワットホッパーを練習している方ですね。おお、油の使い方も見えてますね。さあいきなり出てきたのは爆弾ですね。爆弾は処理できるかな。よし、2人で仲良く処理したね。たぶんカノンを言ってくる時はあるけど、間違いと押してる場合もあるからね、あんまり気にしなくていい。グリルとかね、金鮭の時はちょっとここの方がいいよっていう話があるかもしれないから、ここは守った方がいいですね。さあ、アスミカロカットはいいけど、アスカカットまでの次はね、なかなかいかないんだよね。このタイミングが、あとちょっと上だったね。見ておこう、後ろも見て。さあ、2人でやろう。よいしょ、仲良く倒したね。さあ、3つぐらい持っていこう。さあ、3つ持っていって、こいつを連れていこう。パワーが出てきたやったね。もう少し待ってもらうけど、アフルマスターは鉄板に点検される可能性があるんだよ。あまり欲を出すと、いいね、味方と一緒に倒す。これが一番大事。よいしょ。今近づき寄りすぎたね、危ないね。今ちょっと焦って爆弾を倒しに行こうとしたところが失敗です。うん、前になるわ。40入ったよ。ワカメちゃんうまいね。オーナーのプロかもしれない。さあ次だ。マンチョラがきついんだよね、このね、この面はね。で、急のガロンがね、意外とね、長距離だからね、近くに行かない方がいいんだけどね、ちょっとやっぱシュートしたくなってね、後ろに行っちゃうことが多いんだよね。さあ、ヘビはどっちを見てるかな。私ですね。よいしょ。よいしょ。ここら辺でね。いい感じですね。です。必殺技のサメライトも今のところ残ってるね。さあどのタイミングで使うかだよね。出たプラロワ、そして引き潮塗りまくって、あそこかな、違う、ここヘビがね、いきなり来られるという問題感が怖い。よいしょ、
こまで行こうとしたら全然決めてなかった。今ね、ここまで行きたかったんですよね。これ、仕方を高いですよ。移動力があればローラーは動かないとね、かけない。もう2回使っちゃったけど、早めに使ってね、確実に勝てることがある。これいいよね、ローラーでヘビを削るっていう。削るっていうのかな。いや、無理ですからね。削るならやばいね。無理だった。ギリギリ無理だった。今ね、何も考えずに打ってましたけどね、全然仕事のことを考えてましたね。すいません。じゃあ、しけなだろうね。さあ、続くわかめ、シュペルタカニさん。シュペルタさんがやったかな。ちょっとメンバーが変わりました。さあ、ホットクラスター。謎の武器です。謎武器。これタメが長いんじゃない？タメっていうのも何でしょうね。発射性がやっぱないよ。ボロ酒かこれ。なんだ。はい、これね。運び屋ですね。意外と運び屋むずいよ。ここでクッションが届くかお、当たってねえな。全然距離が届かない。しかも、もう一つ、あんま遠くに飛ぶ向きがないから、一撃で近くを破壊できるんですけど、こうなるよ。背中を取られてる。敵を倒すのは敵です。
グラがちょっと飛んでったね。モグラ飛んでる。今のちょっと通ってたね。武器はナイスだな。スペシャルウェポンはナイスだな。プラローラいいね。これは最高の構成だ。私の大好きな構成ですね。協力のプレイだったね。さあ来るよ、ヘビが来るよ。ヘビ、長いヘビだ。空を飛ぶヘビ勝つ。このメンバーだったら勝てる気がしない。
ほしい。うわ、残念。いやー、でもまあ、立つには負けちゃったけど、いい試合だったね。